粉飛んでる今飛んでないか。お豆さんキュンキュンありがとうございます。ウルトラかわいい、ありがとうございますありがとうございます。今日は来れた、よかった。ノバさんありがとうございます。サミアンさん、バラ、お豆さん、キュンキュン、キツヨさん、キュンキュン、ありがとうございます。わいは寝そうだった？まだ眠くないな。キツヨさん、キュンキュン、キュンキュン、ありがとうございます。かわいますよね。やだー。トシボーさん、キュンキュン、ありがとうございます。こんばんは。ベルファイさん、キュンキュン、キュンキュン。ありがとうございます。としぼうさん、キュン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 、ありがとうございます。声が出てない。りゅうさん、キュンキュンキュン。えぐっちさん、音符ありがとうございます。ありがとうございます。蚊の季節ね、やだ。大型座れる、やだね、やだ。久しぶりに来れたよ。マルセイさん、ありがとうございます。大型はすぐ蚊に食われるから、やだ。明日はオンラインサイン会ですね。イエーイなんか2時もね、今日から明日のお昼まで募集が、応募が、受付があるので、皆さんよかったら申し込んでください。まあ1回目がまだ私やってないから、どんな感じなのかなっていうのはあると思うんですけど、他のメンバーの見た方もは分かったんじゃないかなと思いますね。私もまだね、1回目やってないから、どんな感じなのかは、私はなんかやる側としてはやってないから分からないので、ちょっと緊張してるんですけど、よかったら一時外れちゃったよっていう方も含め、たくさん申し込んでいただけたら嬉しいなと思います。カープちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。明日です。もう明日ですよ、早いもので。ニーマンさん、タコ、ありがとうございます。ショコちゃんは30分で終わらせそう。はい、なつこさん。はい、なつこさん、なっちゃいますよ、それ。でもまあ、でも、何、押しても、ちゃんと皆さんのお名前書くので、はい、ちょっとどんな感じのテンポかわかんないんですけど、楽しみたいと思います。セリナさん、キュンキュン、ありがとうございます。そう。ニジも応募した、ありがとうございます。あなた、めちゃくちゃ早かった。ね、せっかくね当たったので、まあでも押しすぎずになるべく時間内では、はい、終わらせたいなとは思ってます。みんな1時間って決まってるからねそう、ね、言ってるか楽しみ。どんな感じなんだろう。まあみんなね、ちょこっとずつしか見に行ってないから、ちょっと、まあ、私らしく頑張りますそう、オンライン参加応募しました、ありがとうございますさあさあさあ、くんけんさん、とんとい、ヘイブンさん、だるま、セリナさん、キュンキュン、ありがとうございます。明日楽しみ、楽しみです。私も私も楽しみだよ何が書いてあるかはお楽しみにみやひろさん、キュン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 。ひろゆきさん、結婚して。ひらおつさん、かわいい。ベストさん、バラ、ありがとうございます。まあ自分らしく頑張ります。楽しみます。笹パンダさん、アジサイ、ありがとうございます。今日は3日連続かな、配信。多分ここには2日連続って出ると思うけど。3日目。よいしょ。明日もこのルームだからね。いい感じ。くっ。竹内さん、尊い、ありがとうございます。遊びに来ました、ありがとうございます。町岡さん、こんばんは。ありがとうございます。つぼのさなつ始まった。つんちゃんつんちゃんつんちゃん、つぼですよ。本当に面白いと思うでも私はつぼが分かんないって言われるから、ちょっと分かんないですね
あ、今日ちゃんと感謝貼りました。はい、忘れちゃいがちなのでね。あと結構外れちゃいがちなので、そうカーテンに貼ってるから外れちゃいがちなんで、なので、まあそれはその時で。ピーチさん、見るたび泣きそうになる。なんで？なんで？なんでですか？涙が透明な理由は雨に紛れられるからだって。明日からねちょっと晴れじゃなくなりますよね。悲しい。感謝がボロボロね。もうなんか何回も落ちちゃうから、もうそういつの間にか、いつの間にかですね。これも夢に出てきました。お、どんな夢だろう。カーテンのデザインにする。次からはカーテンに書きますか、感謝って。明日なら泣いてもバレないね。どういうこと？あ、明日雨？曇りって見たんですけど私。でも 30%、 間違えた、30度以下ですよね。最高29だった。そんな変わんないかな。絶対2時当てる。ぜひ当ててください。なるべくね、たくさんの方のお手元に届いたら嬉しいなと思いますね。あ、刺繍で縫っちゃう、感謝って。ありよりのあり。竹内さん、キュ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 、ありがとうございます。やってみてほしい。もう絶対使えなくなっちゃうけどね。もうここ以外は絶対使えない。宮平さん、キュ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 、ありがとうございますね。今日も可愛いやったん、ありがとうございます。今日はちょっと前髪がうまくいきました。嬉しい、嬉しみの雨降り注いじゃってる。今日はストレート、何もしてないこっちは。そう、昨日巻いてたかな、昨日巻いてて、今日は何もしてない。ストレートオブストレートです。1時外れたか2時当たるといいな。そうですね、1時外れてしまった方は特に2時当ててほしいなって思います。と思っております。ブンニャンさん、キュンキュン、ありがとうございます。ピピピー、カーガー9時をお知らせします。お知らせされました。あー、サーベルポンさん、久々にしょこちゃんの配信見れて嬉しい。オレピオ、オレピオ。ヤッホー、めっちゃパワースポットさん、ヤッホー、お久しぶりです。嬉しい。私もちょっとの間できてなかったから、今日3日連続だけど、3日連続ですよね、3日連続だけど、またいつねできて、いつができないかちょっと難しいところではあるんですけど、明日はオンラインサイン会があるので配信できます。まあコメントね、いっぱい読むとかできないと思いますがって思ってます。リレンザさん、キュンキュン、ありがとうございます。キュン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 、ありがとうございます。平畑さん、アイス、ありがとうございます。レモンスカッシュのアイス食べた、いいな、いいな。私まだ食べて、私は今日はガリガリ君のパイナップル味を食べました。イエーイ、パイナップルも美味しかった。嬉しい、パイナップル、パイナップル。でも結構ソロッチの方いた、ソウのパイナップルの方もいて。リレンズさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。毎日食べてると思う、アイス。でも結構評価を最近食べて、まあ夏だからっていうのもあるけど、ガリガリ君がスポーツドリンク味ちょっと気になるけど、ちょっとなんかどうなんだろうっていう、渋ってる私もいる。食べた方いるかな。こんばんは、ありがとうございます。あっくん、こんばんは、ありがとうございます。ハイチュウのアイス、まだ食べてない。もうね、1日今1個しか食べてない。そうだから、ずっとずっとずっと。アクエリアス、ラムネバー食べたことないかも。ラムネバー、ゆいさん、初見、ありがとうございます。タンパクと売ってない、スーパー見ても売ってなかった。どこだったら売ってるんだろう。本当に、宮弘さん、ハート1000ありがとうございます。キュ
ありがとうございます。ヘルさん、ありがとうございます。ハイチュウのアイスはハイチュウって感じだった。何それ、味が、味がハイチュウって感じ。ファミマもない、ファミマもなかった。地域によってですかね。久々に声だ。のぞちさん、ありがとうございます。お久しぶり。チョコモナカジャンボいいですね。ばかり食べてる、星になってるけど、なんかなんとなくもう分かるようになってきた、星が何か。タンパクトさん、キュン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 。サーベルポンさん、キュン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 、ありがとうございます。甘い。ハイチュウはハイチュウだった。あとレモンスカッシュがね結構楽しみなんですよね私。あとキャラメルも楽しみ、意外とね。キャラメル、なんかあの中だったら濃厚系じゃないですか。そう、本当に神奈川限定でないってこと。チーズのが6ピースチーズって知ってます？あ、チーズご飯って知ってますか皆さん。知ってますか。谷川さん、尊い、ありがとうございます。ひろゆきさん、キュン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 、ありがとうございます。近くのファミマ売ってた。なんだよ。6ピースチーズご飯っていうのは、ご飯にご飯炊くときに6ピースのチーズ売ってるじゃないですか、この円で6ピース入ってるやつ、あれを一緒に入れて炊くんですよ。で炊けたらご飯混ぜて食べるってやつがめちゃくちゃ美味しかったです。なんか流行ってるみたいで最近。そう、結構何個かコメントであったんですけど、あ、リプであったんですけど、そう、はじめ社長さんの YouTube 見てやってて、え、これはやるしかないと思ってやりました。なあちゃん、くまーん、ありがとう、くまさん、ありがとうございます。本当に何杯でもねいけちゃうんですよね、やばいやばい。美味しかったです。あとミートソースをかけると美味しいって書いてあったんですけど、ミートソースは買ってなくて、そう、ご飯で、そう、そうなんです。ミートソース次やりたいなって思いました。あとね、チーズもうちょっと私は5ピースでいいかなって思ったりした。私の好みですけど。そう、あ、画面が暗くなっちゃった。そう、めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しかった。だから次はミートソースをかけて。塩コショウもめちゃくちゃ美味しいです。うん。本当にちょっと私はチーズもうちょっと少なくてもいいかなって思った。そう、5ピースに次はしたいと思います。残りの1ピースは普通に食べたいと思います。本当にね、いくらでも食べれちゃいそう。ご飯、まあ小盛りを2杯食べました。ご飯、チーズに合わないものない、本当に思う。チーズって本当に何でも合いますよね、本当に美味しい。アーシャ可愛いですね、ありがとうございます。すずめさん、こんばんは、ありがとうございます。アーシャよりも髪の毛が伸びました。5ピースぜひ、まあ人の好みですけど、私はピースでいいかなって思った。ヘイブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。平内さん、うまっ、ありがとうございます。そう、リスさんにも合うんじゃないですか、チーズ全然合うと思う。チーズフォンデュみたいにしたら、なんかこうベビースターのこう固まってるやつあるじゃないですか、あれをチーズフォンデュしたらめっちゃ美味しそう、うん、ね、チーズ苦手、リップでもねチーズ苦手な方いた。チーズ苦手、チーズ苦手は本当にね、あのね、好きになったらね、こんなに美味しいんだってなると思うんだけどな。レグルさん、キュンキュン、ありがとうございます。アジサイもありがとうございます。本当にチーズ、なんか私も今までなんかタピオカとかも好きじゃなかったけど、イコラブ入ってから好きになったりとかするのあって、こんな美味しいんだっていうのあったから、チーズは好きになってほしいなって思いますね。何でも合うからチーズは。そう、あ、ブルーチーズはちょっとね、匂いがあんま、私もブルーチーズあんま食べたことないかも、一回も。でも匂いがだいぶやばいみたいに言いますよね。そう、でも基本チーズは好きだから美味しい。チーズムースのタピオカ好き。ああ、チーズ上にね乗ってるのありますよね、チーズクリームみたいなムースがありますよね。あ、15分経過、ありがとうございます。
でも私はタピオカとかは上にクリームとか乗ってない方が好きです、うん、むしろそのクリームとか入れて多分飲み物が多い方が私は嬉しいです。まあ選べないところが多いんですけどそうブルーシールか、ブルー、え、ブルーチーズみたいななかったっけ、なんかか、カビてる、なんだっけ、発酵してるやつ、めっちゃブルーチーズ、ブルーチーズありません、ね、ブルーシールはアイスだよね。ね、めっちゃ伸びるチーズが美味しいですよね。ね、そう合ってますよね、ブルーチーズだよね。今来たよ、ありがとうございます。青菜炒めさん、ありがとうございます。アイスやんって来てたから、え、違ったっけと思ってそう、ブルーチーズもありますよねブルー違い、本当に本当に似てる、表記は一緒、ほぼなんか、伸ばし棒とか今日本当に目が乾燥してる、なんで特に左目。ゴルゴンゾーラ、ゴンゾーラチーズ系統ねってきて青カビ生えてるそうそう、チーズの話今日は。そう、あとなんだろうね、あ、お家のシソがもうだいぶ生えてきたので、また食べ物塗っちゃうけど、そうひそひそと育てておりました。まあショールームでは結構言ってたけど、そう育てておりましたそうなんです。だったので、もうちょっとしたら肉巻きにしてようかなって思ってますそう、今日目開かないよね、今日なんかライトちょっとこれぐらいですそう、育ててこっそり育ててたしそですそうなんです、しそ。あと肉団子とかにもしたいけどな、でも一番肉巻きが好きだからな私。そう、しそはもう本当に今これぐらいの大きさ、もうだからもう取れる、もうじき。そうなんです、嬉しい。そこにチーズも入れていい感じにします。チーズ肉巻き、私は蜂蜜麺、しそに蜂蜜麺をつけて巻くのが好きです。なんていう、肉巻きね、肉のお肉の上にしそ乗っけて、蜂蜜梅乗せてクルクルクルってやって焼くのが好きです。うん、しそのチーズ巻きはやったことないそうそうなの、めっちゃ美味しい、本当に美味しいからね、皆さんもやってみてくださいひろゆきさん、キュンキュンありがとうございます。絶対美味しい、ささみとチーズとしそ、あー、いい、あり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 、めっちゃ美味しそう、それあり、めっちゃありめっちゃあり、もうちょっとした、何日かしたら、あと明後日ぐらいに明後日ぐらいに食べれたらいいなと思ってます。だいぶ育った、早いですね、しそは本当に本当に早いしそ美味しく食べる方法教えて、いや、それめっちゃ美味しいんですよ。しそ感はあんまりない気がする。私もともとしそ好きじゃないんですよ。もともと本当に好きじゃなくて、今でも生のしそはあんま好きじゃないんですけど、出ても食べないかなってぐらい好きじゃないんですけど、なんか肉団子になってるのが食べれるようになったのがきっかけで食べれるようになりました。だから最初は肉団子にしたりしたら、刻んで肉団子に入れたりとか、火を通してればいけるなってなりましたね、私は。だから肉巻きとか、しそね、しそ私も、うん、生は好きじゃないかな。しその天ぷらやったことない、うん、ひろゆきさん、キュニありがとうございます。そう、しそ納豆美味しいのかな、なんかあんま生では入れないかな、うんそうなの、し
そう。ゆかりしか食べてない？ゆかり、うん、ふりかけのゆかりは好き。そう、何でも合う？そうね、意外とね、意外と何でもいろんなの見つかる。今来たよ、眠いちゃん、ありがとうございます。今日も可愛い、ありがとうございます。今日は肌は何もやってなくて、アイメイクと眉毛とリップだけ。ケンパチさん、キュンキュン、ありがとう。ジュースは結構難しそう。そのままジュースにしたら本当になんか青汁並みになりそう。私の中で、ね、難しそう。ジュースはね、お配色をマリリンさん、こんばんは、雄大さん、ありがとうございます。明日楽しみ。本当に目が乾燥してる、なんで。なあちゃん結婚して。ひろゆきさん、キュンキュン、ありがとうございます。赤じそジュース、赤じそジュースってわかんない。あ、でも友達に前にだっけな、梅しそジュースをもらってめちゃくちゃ美味しかった。なんか梅としそはやっぱり梅じそって感じですよね。あとポン酢の青じそ、ポン酢かな、ポン酢の青じそドレッシング、どっちもあるかな。青じそもいける。なんかいけるのといけないのがあるか私もよくわかんないけど、そう。餃子にしそもあり、確かに。やっぱお肉とシソはいいなって思いました。で焼いてね、ドレッシングか。おじそドレッシング、もう全然いける。だから謎なんです、謎です。外は涼しい。ポンジュースはオレンジジュースですね。明日は今日より涼しくなりますよね。明日から結構天気が良くはないって感じかな。まあ雲でも、曇りって一番紫外線が強いって言いますよね。傘ささなきゃ。ね、あ、おろしハンバーグ、確かに。でもそのしそは生だからね。そう、あとトマトちゃんがの成長がゆっくりだから不安です。シソもうね、順調に伸びてるし大丈夫かなっていうのはありますね。アジサイ好きです。お花で嫌いとかありますか？なんか変な、なんだろうな、なんかパックンフラワーみたいなやつとかあんま好きじゃないけど、うん、サボテンもあんまり好きじゃないな。でも基本的にそこら辺に咲いてるお花とかは嫌いとかはないですね。賞金さん、キュン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 、ありがとうございます。タックフラワーなんかだいぶ強くないですか？そう、あとなんだろうな、ハイビスカスも好き、ひまわりも好き、コスモスも好き、あとなんだろうな。あ、アロエね、アロエは火傷した時に塗るのがいいんですよね。サボテン、アロエ、なんかトゲトゲしてるのは好きじゃない。バラもなんかこう、バラの花はいいんですけど茎がトゲトゲしてるからあんまり好きじゃない。朝顔も、うん、好き。そう、まあ基本的に何でも好きです。サボテンの花ってどんな花だろう、わかんない。花咲きますか？サボテン、イメージは白か黄色のイメージ、サボテンのお花、白黄色ピンクあたり。まあありきたりですよね。レモンもトゲトゲしてるんだ。レモンはねあんまり見ないからわかんない、レモンしか見ないから。白なんだ。赤、谷川さん、あなたもヘイブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。ねえ、サボテンちょっとわかんない。
赤なんだ。へえ。赤のイメージない。サボテン家にあるのはピンク。あ、いろいろあるんだ。じゃあコスモスもいろいろありますもんね。桜とかも白っぽい桜、ピンクの桜、濃いピンクの桜みたいなありますからね。黄色も、あ、いろいろあるんですね。いろいろとあるんだ。じゃあどれも正解ということでどれも正解ということにします。パイナップルの花も見たことない。パイナップルの花何色？黄色？パイナップルの花はイメージしてませんが、黄色か白のイメージ。パイナップル何色だろう。パイナップルもいろいろ種類ありますよね。なんか沖縄のパイナップル王国みたいな、パイナップルランドみたいなとこに行った時にめちゃくちゃいろんな種類があった。こんなちっちゃいパイナップルもあって可愛かった。サボテン食べれるのはやばい、すごいすごいと思う。あー違うとこしてしまった。ブロッコリーも、あー黄色なんだブロッコリー。なんかまあわかるわ、黄色、黄色か白がやっぱなんか黄色か白ですよね大体のお花そんなこともない。ひろゆきさんだるまありがとうございます。サボテンステーキってどんなステーキ、すごっ。サボテンステーキすごそう。薄紫なのパイナップル、ナスみたいなナス薄紫ですよね。あ、ナス黄色だっけ。ピーマンが黄色だった。あれ薄紫ってなんだっけ。ナス黄色か。かぼちゃ？かぼちゃ薄紫なんだ。薄紫のなんだっけ？お花。かぼちゃ？ナス黄色か。きゅうりも黄色ですよね。トマトも黄色だ。トマト黄色だ。これに黄色書いてある。え、薄紫ってなんだっけ。薄紫のねお花見たことありますよ。なあちゃんキュン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 、ありがとうございます。かぼちゃも黄色、黄色ばっかりだ。野菜は黄色なんですかね。あ、夏野菜黄色。薄紫なんかで見たことあるんだよな。なんだろう、基本黄色ですね紫すみれすみれね。あとチンゲン菜はあの菜の花が生えてきますね。咲いてきます放置しとくとあ、オクラ、オクラ、オクラかな。思いつかない。パンジー、パンジーはまあそうですね、野菜ではないのか。ナスは真ん中が黄色で周りが、今調べたいのに携帯から配信してるから調べれない。オクラ黄色、みんな黄色だ。もうみんな黄色です基本的にみんな黄色。ビオラは卒業、中学、小学校、小学校卒業の時にビオラ持って帰った。一人一個、自分が作った壺、壺じゃないね、植木鉢に入れて持って帰りました。あのなんか家庭科だったかな、家庭科で作った、図工かな、作ったハートのあの植木鉢なんですけど、粘土でやって焼くんですよ。
焼いてなんか石器みたいにする感じ。ヘイブンさん、だるまありがとうございます。チョコロビスク好きってありがとうございます。ゆうさん、ビギナーありがとうございます。ひろゆきさん、だるまありがとうございます。ありがとう、だるま。ひろゆきさん、あじさいもありがとうございます。ドキ石器石になっちゃったドキ、そう、粘土でやって焼いたやつをで持ち帰りましたそう、なあちゃん、キュンキュンありがとうございます。今日すっごい乾燥してる。なんで今日乾燥する日ですか？すっごい乾燥してるお目目が、まばたきいつもより多そう。今だったらずっと目開けてられないかも。すごい乾燥してるから花粉症ではある。でも花粉症って診断されたわけじゃないから勝手に思ってるだけです左がすごい、左がね乾燥しちゃう。じゃあ今日は晴れて、明日から平気かな、わかんないけどわからないけど。明日から雨、どこですか地域。達之さん、あーエアコンついてないあーエアコンとか思ったけどついてないですそう、扇風機もついてない今そう、でもなるべく最近はメガネにしてます。メガネ、ショコラメガネひろしさん、くまーん、ありがとう、くまさんありがとうございます。あー、スマホ飲みすぎ、それはあるかもしれない。あ、インスタ更新しましたあ、インスタは、踊ってるところ欲しい、動画欲しい、動画また見たいっていう方もいたんですけど、踊ってるところではないんですけど、ミンスユーってやってるところのはグリーンバックで撮ってるので、それを載せました。それの動画を載せました。ヒリヒリの花そう、かわいくてしょうがない。本当なのかな、私なんかに。そう、インスタごじってた、嘘嘘嘘嘘嘘嘘、インスタごじって、なんて言ってた私、え、なんて言ってましたか嘘、リップシン好き？人？人が人になってる？どこ？どこだ？後で直しておきます。大石さん、初見。こんにちは。ありがとうございます。キラキラ太陽が似合う人になりたいなって、あー、後で直しておきますありがとうございます。気づいてないですやっちまったな女は黙ってかぼちゃマイカさんのやつね。はい、ということで30分になりました。後で直します。一番もうね、早く直します、ショールも終わったらということで、9時半になったのでトーナメント戦やっていこうと思います本日はです、じゃらんじゃらん、本日のお題はじゃーん、夏になったら食べたいもの飲みたいものトーナメントでーす。イエーイ。ちょっとイコタイムが透けてますが許してください。え、名前違った？
たいしさん、あれ違う、ごめんなさい。イエーイ。ということでこんな感じのトーナメント戦でやっていこうと思います。皆さんの好きな食べ物飲み物を教えてくださいでは早速いきたいと思います。シードはないですけど16なのでいきたいと思います。あ、他の人に間違われ、あ、私は合ってるよね、大地さん合ってるよかったありがとうございます、来てくださって。ということでまず1回戦夏になったら食べたい食べ物飲み物トーナメントいきまーす。せーの、じゃん、スイカ、うなぎ、投票開始。まあここはポンポンいきたいと思います、初戦なので。チクタクチクタク、夏に食べたいもの、ジうまい、やったん今ちょっと丁寧に書いた、うなぎって、イエーイ勝ち目ないって言われてる。私の中ではまあ C なんか強そうなの端っこにしてるのでぶつからないように、まあまあ、まあ、では54321投票終了。あ、でも割と僅差じゃないですか、 53.1% でスイカでーす。割と僅差だった。まあ、うなぎは夏じゃなくてもいいって言われたらまあそうなんですけどもそうなんですけども、意外と僅差じゃないですかね。土曜の牛の日早く来いって。スイカが1回戦突破。私の中でスイカはちょっとシード校です前髪パッツン、あ、ちょっと分けてたんですけどねパッツンになっちゃった。続いていきたいと思います。続きまして、丁寧に書こう丁寧に、うわ、これ悩む人いそう。私は一択、別にどっちも嫌いじゃないけど、2回戦目よし、丁寧にめっちゃ書いた。いきまーす、せーの、ちゃん、トウモロコシと冷ややっこ、投票開始。いやーでもどうだろう、私はこっちっていうのあるけど投票ではこっちになりそうだなっていう予想はついてるって感じか。あー、でも見る感じ同じぐらいな感じもするな、投票見る感じ。どうだろう、みそばさんアイスありがとうございます、バラもありがとうございます。うわ、同じぐらいじゃないこれいい勝負な気がする。投票終了まで54321、投票終了。あ、めっちゃ僅差 51.5% でトウモロコシ。思ってちょっと予想と違った。私はトウモロコシなんですけど、圧倒的になんですけど冷ややっこが多いかなって思った。トウモロコシが1回戦突破です。でも今どっちもいい勝負してる、どちらもいい勝負しております。50-50 みたいですね、確かに。で、割と字上手に書けたつもり割と丁寧に、あのノートの1ページ目ぐらい綺麗に書きたいと思います今日はそれでは2問目、あ、3回戦目、わ、これも悩むな。悩む、うわー、これも悩むな、これめっちゃ悩む。いきます、せーの、じゃん、1そうめん、2ラムネ、投票開始。これめちゃくちゃ悩む。ノートの1ページ目はこんな感じの綺麗に書きます。
うわ、どっちがビールに合うか。ビールだったらだってでもラムネあんま飲まなくないですか。わかんないけど、うわこれ悩むな。なんかコメントはそうめん多い気がするけど、ラムネ好きだからな。なんか夏感、夏って感じじゃないですか、ラムネはっていうイメージ。投票終了まで5、4、3、2、1、投票終了。圧倒的にそうめんだ、 67.9% でそうめん。まあ夏っぽいですけど、私はラムネに投票してたかもしれない、直感で。そうめん負けたーって。まあでもこれどうなんだろうね、ラムネ、そうめんも今お家にあるからね、カラフルなそうめん。まだ食べてない。食べたい食べたいな。今全部1ですね。ラムネ青春感わかる。これあれですかね、学生に聞いただったらラムネが多くなりそう。そんなことないのかな。続きまして第4回戦目いきます。うわーこれも悩むな。私が悩むって言ってる意味がわかるかもしれない。うーん、あー滝脇はこれ悩みそうだなっていう感じ。よし、いきまーす。せーの、じゃーん。1、冷やしトマト。2、スイカバー。投票開始。学生ちゃうけどラムネに入れた。まあまあまあ、そういう方、私もだってそうめん好きだもんな。これは私悩みそうじゃないですか。冷やしトマトかスイカバー、これめっちゃ私悩みそう。トマトも好きだしアイスも好きだからな、悩んじゃう。投票終了まで5、4、3、2、1、投票終了。2番、スイカバーが60、圧倒的 69.5%。 イエーイ。まあスイカ、まあそうですよねって感じ。まあスイカバーは安定ですよね。スイカバーが1回戦突破。うん、続いて2つ目の山いきます。2つ目の山、あーこれはねなんとなく予想つく。はい、せーの、じゃーん。かき氷とところてん。投票開始。じゃーん、どれが1位になるかな。私はこれかなっていうのはあるけど悩む。4つで悩むね私は。投票終了で5、4、3、2、1、投票終了。これ圧倒的 82.2% で、かき氷。でも今年まだかき氷食べてないと思う。食べたいな、かき氷。皆さんは何味のシロップが好きですか。味は一緒って言わずに。何味が好きですか。みかん味、そんなあるの、かき氷に。ブルーハワイ多くないですか。ブルーハワイ多い。ブルーハワー多くないですか。まあいちごは安定として、いちご練乳いいですね。私一昨年に食べれるようになったいちご練乳。私は圧倒的こっちっていう次の投票ね。いきまーす、せーの、じゃーん。1、枝豆。2、冷やし中華。投票開始。枝豆も好きだけどやっぱり好きな食べ物ランキング第1位がね、
冷やし中華なので私は冷やし中華に投票するな。ただ皆さんはどうなのか、さっきビールに合うって言ってたけどビールに合うのは枝豆じゃないかなっていう説がある。どうだ、あでもなんか結構投票見る感じいい感じ。投票終了まで54321投票終了。 70.4% で冷やし中華、私は冷やし中華が絶対絶対冷やし中華。じゃん、1回戦突破。続きまして1回戦はねあと2回で終わります。早い。よし5、6、7回戦目。どうだろうこれ、私はこっちだけどどうなんだろう。いやーでもこっちっていう人もそうだな、私はこっち絶対に、いや絶対ではない。せーのじゃん、冷やしたぬきときゅうりの一本漬け投票開始。こういうのは大体私は直感なのでよく考えたらあーってなるけど直感の方にします。私はどっちが多いんだろうこれ、どうなんだろう。うわーいい勝負じゃないこれ、見る感じ。あーちょっとこっちのが多いかな、いやでもそんな難しい、これいい勝負かもしれない。でもこれ見るのが全てなのかな。ということで投票終了まで5、4、3、2、1投票終了。うわー僅差 54.4% で冷やしたぬき、私はきゅうりの一本漬けでした。きゅうりの一本漬け推し、本当になんか屋台とかでたまに売ってる時ありません？そういうの好き、きゅうりの一本漬け。よくわかんないけどたぬきにした、何それ。あ確かにたぬき VS カッパ、確かにカッパの一本漬けみたいな。続いてラスト、うわーこれも悩む。悩んじゃうな。どうなんだろう。よし、いきます。せーの、1回戦ラストじゃん、夏野菜カレーとガリガリ君投票開始。ガリガリ君はアイスだから好きだけど夏野菜カレーめっちゃ好きなんですよね私。どうなんだろう、どっちが多いのかな、どうなんだろうな。あーでもこっちのが多いかな投票見る限り。ね迷いますよね、迷うってきてる。夏野菜カレーめっちゃ美味しいんですよ、今度作ろうと。投票終了まで5、4、3、2、1投票終了。あでも 55.6% でガリガリ君、もうちょっとあのここ見る限り圧倒的かなって思ったけど、ガリガリ君は私の中ではちょっとシード校ではあったので、まあ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 予想通りっちゃ予想通りだけど割と僅差だったっていう感じ。ということで1回戦目が終わりました。1回戦目はこんな感じの結果になりました。スイカ、トウモロコシ、そうめん、スイカバー、かき氷、冷やし中華、冷やしたぬき、ガリガリくんとなりました。私の中でのシードはガリガリくんとかき氷、スイカバー、スイカです。この4つ端っていうのかなが私の中でのシードなので、まあ今は順調に来てますねって感じです。続いて2回戦目いきたいと思います。第2回戦目
これ書くの忘れてた、何のトーナメントかわかんないって言ってる方がだから夏に食べたいものものでいいかな、飲みたいものもあるけどまあいいか。2回戦目よし、2回戦目はこんな感じ。じゃん、スイカ対トウモロコシ投票開始。私今年もうスイカは食べたけどトウモロコシはまだ食べてないから食べたい。どっちもこれかスイカ対トウモロコシです。スイカはもう食べた、トウモロコシはまだ食べてないから食べたいなって思ってます。あとスイカはなんかダイエットにいいって聞きますね。そう、なんか水分ばっかりだからお腹いっぱいになるし、水分だからあんま太んないみたいなのを聞きます。まあこれ塩かけちゃったりしたら塩分って感じなんですけど。投票終了まで54321投票終了。1番のスイカが 68.5%、 まあスイカ強いですね。まあそれはそうって感じですかね。スイカが、でもトウモロコシも美味しいですよね。食べたい、今年まだ食べてないから食べたい。スイカが2回戦突破突破続いて、うわーこれも悩む、これも悩みますが次いきたいと思います。続いてよし、ちっちゃくなっちゃった。せーの、じゃん、そうめんとスイカバー投票開始。ひろしさんめっちゃ可愛い、ありがとうございますどうだろうこれ、悩むけど私はこっちだな、私はこっち悩むけどどうだろう。でも私と逆の感じがするな、投票見る感じキャノート2ページ目もあるって今日も毎月だ。投票終了まで行こう、4321投票終了。1番が 74.0% で、そうめん、ここで私のシードのスイカバーが何負けたそうめん意外と強いんですね、割と圧倒的。私はちなみにスイカバーだった、アイスはアイスしか勝たんって感じかなうわ、次が難しい。カップ、次がめちゃくちゃ難しい。待って、もうちょっと次から大きく書こうちょっともう書いちゃったからこれは許してください。うわーこれめちゃくちゃ悩む。いきまーす、せーの、じゃん、かき氷と冷やし中華投票開始。待って、これめっちゃ悩むな、本当にゴーゴーで入れたいめちゃくちゃ悩む。うわー投票見る感じどうだろう、同じぐらいな気もする、いい勝負な気もする。うわーこれめっちゃ悩む。家で食べるなら冷やし中華、外で食べるならかき氷かなお家の冷やし中華が私一番好きなんですよ、ごまだれで。でもかき氷は外で作ってもらったかき氷が食べに行きたい。投票終了まで54321終了。とすごい僅差 50.5% でかき氷、すごい僅差、待ってすごい 0.5% ですよ、 50-50 まで、やばい、これはすごい。だけどかき氷の勝ち、冷やし中華、私の冷やし中華がかき氷はまあ強いですよね、それはもうね、いい勝負ですね。目撃者になりました、おありがとうございます。
スクショ。50/50。結構この金さんの時スクショしてくださる方多いから。で次から大きく書こう。あ、2回戦目はラストになります。いや、これは私こっちだな。いい感じに大きく書けてる。こっちだな。まあその時の気分にもよるけど。いきまーす、せーの、じゃーん。ヘアスタヌキ対ガリガリ君投票開始。ニハオ、合ってるかな文字。ヘアスタヌキ対ガリガリ君。ヘアスタヌキはキュウリの一本漬けに勝って、ガリガリ君は夏野菜カレーに勝ちました。どうでしょう。さあ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 。大きく書いて入らなくなる、それリサですね。大きく書きすぎて他のメンバーが書く場所なくなっちゃうとかあるあるです。代表終了まで54321終了。あ、割と圧倒的 63.2% にはガリガリくん。私もガリガリくん。ガリガリくんですよね。さすがシード。シード、私の中でのシード落ちしたのはスイカバー。意外といないかった。そうめんが強かったのかな。ガリガリくんが準決勝進出ということで、今はこんな感じ。今ね、トップ4が決まりました。スイカ、そうめん、かき氷、ガリガリくんです。スイカ、そうめん、かき氷、ガリガリくん。すごい。準決勝いきましょうか。早速いきます。よし、地域でやった。ありがとうございます。サーズ歌ってんの聞きたい。すーか、うわ、これどうなんだろう。じゃん、スイカ対そうめん投票開始。私が思ってる以上にそうめんがいっぱいいるんですよね。でもスイカは夏と言え、夏の絵って言って、そうめんの絵描くの難しいけど、スイカが多いんじゃないかなって私は思ってシードにしたけど、そうめんが意外と強かった。スイカバーを倒してまで、そう、強い。あ、割とゴムゴムじゃないかな、この投票見る感じ。違う？そう、意外とそうめん強いんですよね。さあどうでしょう。どうでしょう、どうでしょう。投票終了まで54321終了。 63% でそうめん、そうめんの勝ち。しかも割と全然僅差じゃない。本当にこれ裏返っちゃった。スイカと思ってた、ずっと。そうめんが決勝進出。そうめん強いな。そうめん食べよう。お家にあるからそうめん食べ、あ、めんつゆがなくなっちゃったんだ、買いに行こう。本当にそうなんだ。スイカよりも本当に。すごい。じゃあラストの準決勝、これどっちなんだろう。もう読めない。さっきこの戦いが見たいって言ってる方がいた。じゃん、かき氷対ガリガリくん投票開始。谷川さん、本当にありがとうございます。はい、かき氷対ガリガリくん。さあどうでしょう。同じじゃん。いや、ガリガリくんはいろんな味があるけど、かき氷はこうかけたりとかシロップって感じ。いや、どうの、難しいなこれ。私はこっちっていうのがありますね。投票終了まで54321投票終了。あ、割と圧倒的 68.2% でかき氷。わあ、すごい戦いだ。
すごい戦いだぞ。キゴウリが勝ちました。ということで、じゃん、こんな感じになりました。そうめん対かき氷、ラストはそうめん対かき氷になりました。めっちゃ綺麗に描こう。ちょっとあんまりうまくできなかった。じゃん、そうめん対かき氷投票開始。私が思ってる以上にそうめんが強すぎてちょっとわかんない、読めない。多分私ぐらいの、私より下、中高生に聞いたらかき氷って言うと思う。ただここのルームはいろんな方がいるの、いろんな男女、いろんな年齢の方がいるので、これは読めないね。中高生って言って私入んないのがやばいな。中高生に聞いたら多分かき氷なんですけど、それがねまた違うところですよね。これルームによっても多分違うと思うけど。投票終了まで54321、投票終了。一番のそうめん、そうめんが優勝。しかも 59.2% が、別に僅差ではない、やばい。そうめんがなんとなんと1位、そうめんが1位になりました。すごい、そうめんってそんなに強いんだ。夏はそうめん、じゃあもうそうめん食べたいなって思っちゃってきた。そうめん今お家にあるから、めんつゆ買ってそうめん食べたいなって思ってます。え、そうめんってそんなに強いの、そんなに強いんだ。そうめんの優勝、夏に食べたいものはそうめんでーす。なので皆さん、夏のイラスト描くとき、描く機会があるときは絶対そうめんを描きましょうね。めちゃくちゃ難しい。確かに流しそうめんは楽しいですね。確かに流しそうめんは強い、うん、確かに確かに。じいじいじいちゃん、くもー、ありがとう、くまさん、ありがとうございます。そうめん食べよう。あとカラフルなそうめん、今お家にあるからカラフルなそうめんも食べたいな。お昼とか、お昼、そうめんはやっぱお昼だなって思う。明日は食べれないけど、明後日とか食べたいな。お休みの日に食べたいな。すごいですね。ヘイブンさん、いいね。ひろゆきさん、キュンキュン、ありがとうございます。そうめんと冷やし中華やったら怪しい。冷やし中華でもかき氷に勝ってますからね。冷やし中華、間違えた、冷やし中華はかき氷に負けてる、ん、かき氷は冷やし中華に勝ってるからね。まあ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 、すごいな。嵐さん、久々に見に来れたって、ありがとうございます。ひろきさん、キュンキュン、ありがとうございます。そうめんの絵描くの難しい。そう、以上、夏に食べたいものトーナメント戦でした。イエーイ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 。テロップ消去。待って、またカクカクしそう。ここ溜まってないですか、今。今めっちゃここ溜まってません？もしかしてこれカクカクするパティーンかな。もしかして、もしかしてのですか。ねえ、溜まってますよね。ちょっと前もね溜まっててカクカクしてた。じいさんじいちゃん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。としなりさん、キュンキュン、ありがとうございます。え、普通ですか。あ、 PC は大丈夫なんだ。え、私だけ幻。あ、嘘、私だけなんだ。じゃあ大丈夫なはず。カクカクしませんように。以上、トーナメント戦でした。今日は久々にオマーバを描きたいと思います。
勤ずっと1時間とか1時間半とかだったからね。やばいな。確かに、あ、でもかき氷と冷やし中華は僅差だったのか。でもそうめんは強い、割とそうめんは強かった。強いな、いいな、そうめん、そうめん食べたくなっちゃった。そうめん、そうめん。そしなりさん、かわいい、ありがとうございます。タンパクと食べます、ずるいどこで売ってたんですかずるいぞ。サミアさん、ありがとう、ありがとうございますそうめんで冷やしたのきつくて美味しそう。お腹すいた、私も。でも今日はお腹いっぱい結構食べたので、ご飯2杯食べてるから、そう、お腹すいてきてはいるけど、全然なるほどではないかなそう、夏食欲なくなるから。えー、私、いや、なくな、増えもしないけど、食欲湧きもしないけど、ずっと一緒だけど、なくなりはしないかな。まあ人によるかすごい、いいな。冷やしたぬきはうどんです、冷やしたぬきうどんそう、お腹空いちゃうけど、お腹絶対空かないだろうなって感じですそう、夏は体重落ちる、でも冬の方が痩せやすいって言いますよね。なんだろうねいいな、いいな。そうめん食べよう、近々。そうめん、今日ざるそば食べた、いいな。おそばは食べてないな。そうめんは買った。食欲なくなるんだ。花丸うどん食べたくなってきた、めっちゃわかる。最初、一番最初に花丸うどんに行った時に、あのカレーうどんを食べたんですね。なんでなんかぶっかけとかにしなかったって思うけど、今でもカレーうどんを食べてめちゃくちゃ美味しかったのを覚えてて、そっから沼にはまったんですよ、花丸うどん沼に。そう、だからまたカレーうどん食べたいなって思ってますそう、めちゃくちゃ美味しかった花丸沼。そう、花丸うどん沼に、あ、花丸うどんのカレーうどん大好き、美味しいですよね。ジャージャー麺作った、美味しそう、めっちゃ美味しそう。そばね、そば、あり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 よりのあり。チョコちゃんがおすすめしてた担々麺風のやつ、また食べたいね。私も食べたい、食べたいな。お腹空いてきちゃいそうだけど絶対空かないっていうやつです、今じゃあじゃあハイボーワイパー。カレーうどん家以外で食べたことない、確かに、あんまり、そもそもあんまり売ってない、そんなこともない、食べたいな。私はいつも夜は明日の朝ごはんのことを考えてますあ、トンボ玉さん、ハートクマさん、ありがとうございます。ありがハートクマさん、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 クママ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 マ、ありがハートクマさん、ありがとうございます。あ、カクカクしてきちゃった、カクカクしてきちゃった、なんで、ありがハートクマさんやってる途中でなんでカクカクしてきちゃう。ここにクマさんいます。これあれですね、あのジュンブライドのあの花嫁と婿さん、合ってるそうの方ですね。カクカクしちゃってる。でもなんかカクカクはもう声は平気っていうから、声平気ですよね。なんで、じゃあ15分だったらランキング読んでおまば書いて終わります声は大丈夫なら、はい
まあね、星が溜まってきた時点でね、まあそうなるかなとは思ったんですけど。やばみー、やばみですね、ちょっと悲しみ。よし、じゃあ15分になったランキング読んでおまば書いて終わりたいと思います。もうカクカクなので。あ、花嫁さんも来た、ありがとうございます。もおじさん、これで揃っちゃった。ありがとうございます。ありがハートクマさん、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 クマモン、ありがとうハートクマさん、ありがとうございます。ちょうどかぶってます。ちょうどここに2人います。結婚式のように2人います。ありがとうございます。揃いました。結婚おめでとう。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょうどね、離れてなくてよかったですね。素晴らしい。ね、おめえってきてる。コマ送りありがとう、コマさん、本当にコマ送りありがとうございます。もう自分の、いつもだったら自分の分け目見えないんですけど、今日は見えますね、自分の分け目。まばたきしてんのも見える。遅れてるから、あー、ちょうど重なって見えない。私もちょうど重なってる。あとは星に埋もれてる。星に埋もれております。ほっぺ痛くなってきた。こんばんは、ズミーさん、ごめんなさい、カクカクでカクカクになっちゃったので、半には終わりたいと思います。ごめんなさい。どうし、なんでですかね、いつもなんかこの時間帯、10時台ですよね、なんでだろう、いつも長くやるとこうなっちゃう。ヘイブンさん、キュンキュン、ヒロさん、キュン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 、ありがとうございます。そう、いつも終わる頃、いつも前回は10時半だった。悲しい、悲しみの雨降り注いじゃってる。本当にパラパラ漫画の素材、確かに。あ、投票を使いすぎるとそうなるってこと？本当にそういうこと？あ、携帯が熱くなる。あ、携帯は熱い。自重電気も熱い。わあ、熱熱。これお肉焼けちゃう。それぐらい熱い。私の携帯がいけないのかな。もうやっぱ寿命なのかもしれないね。最近この何？携帯カバーをしてると携帯カバーがついてる分ちょっと重くて、あのカメラが、ライトがこう倒れてきちゃうので、今結構ぐるぐる巻きでテープで止めてるんですけど、あのだから、カバーを外していつも生活してます、最近は。そうだから落としたら超怖いです。だから早くイレブンに変えたいなとか思っちゃってる。そう、焼いてみて、マジで火傷しますよこれ、あちちちって感じ。だから最近は外してるカバーを。でも私ピンクゴールドなんですよ携帯が、めっちゃ可愛いと思って。今までカバーしてたからピンクゴールドかどうかも分かってなかったんですけど、分かってなかったっていうか見えてなかったんですけど、カバー外してピンクゴールドはめっちゃ可愛いってなりました。だから、まあこんな感じで。そういちいちね外したりつけたりするのめんどくさくて、そうだからこれにしました。見えてないけど私にしか見えてないけど、スマホを冷やすのがあるんだ。暑いからそうなってるのかな。あちあちって感じ。いおりさんイエロー、イエローだって、イエイレブン、イレブンプロ、そうイレブンプロです、いおりさん。
エイトの赤、あ、イレブンだけだと私黄色が気になるんですよね。イレブンもう売り切れてるのかな。黄色かわいいと思ってヘイブンさん花束ありがとうございます。冷えピタ貼る、ショールームするときは毎回冷えピタを貼りましょうってプロ、プロはね、なんか写真が歪むって聞いた。そうだからいいやと思ってイレブンでって思っちゃってる、思ってしまっている。トゥエルブ待ってる、トゥエルブで合ってんのかなトゥエルブ待ってる、トゥエルブいいですね。うん、広角にするとそうみたい、歪んじゃうみたい。そう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 、よりさんプロです。そうですえ、大敵なんだ。そうなんだ、もう熱々ですよ。充電器も熱々、ライトもこれコンセントでやってるんですけど熱々、やばみーって感じ。ここは、ここはそうでもないコメント拾ってくれることに涙、なんかいつも初見の方にコメント拾ってくれてありがとうみたいな感じのコメントが来るんですけど、いっぱい読みますよもちろん私も読まれたら嬉しいですもん。オイラはアンドロイドです。タブレットはアンドロイドだったんですけど最近使ってないです。最近ずっと携帯で配信してます。携帯の方が画質もいいし、そうなんかいい感じなのでそう温泉卵はできると、白身は焼けるかなって思ってる。携帯はもう9月で2年になります。うん、そう、でも別に機種変だけだから、あの2年とか関係ないんですよね、機種変だけだったらね。ふふふ、タブレットはもう3年使って4年目、もう4年目かな、4年目入ってると思うタブレットは。だからもうそろね iPad に変えたいなって思ってますそう、もうそろそろ買いに行きたいな。多分あの今まで私オーディション受かってイコラブ入った時の携帯が Android でショールームが配信できない機種だったので、バグってるバグってる、待って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 、バグってる、え、私だけですかバグってるの、え、待って、怖い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 、待って、怖いよ怖いよ怖いよ、私だけバグってるのみたいな、わあ怖い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 、あーなんかすごい、ああやばい、画面の半分見えなくなっちゃった、やばい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 、あー、待ってちょっとこれはさ違うじゃん、コメントは見れてます、画面がもうガーってなんか昔のテレビみたいになってるやばいですね、やばいですあの前にあの私がストーリーに載せたみたいになってます。ストーリーにバグったみたいな、終わった後バグったみたいな感じになってます。めっちゃバグってますそう、液晶割れたみたいな感じになってます、あのこの画面だけ、ここだけ、ここだけこの画面だけね、あの携帯画面は平気なんですけどもう手も見えないやばー、こーわ、そう、アバターが巨大化、アバターいない、2列目の方以降いない、あ、どんどん消えてっちゃう、なんでアバターかけない
今ね1位のが、あ、どんどん減ってる、待って、なんでいなくなんないで名前も見えないし、今ね1位のが、あ、また消えちゃった。1位の方と、あ、1位の方とね、12位の、あ、え、1位の方しかいなくなっちゃった。悲しい。悲しい、スクショしとこう。あ、スクショできてない。あ、アンドロイドのスクショの仕方でやっちゃった。悲しい。超悲しい。何これ。待って。悲しいよ。1位の方も、あ、え、1位の方じゃなかった、これクマさんだった。誰もいないです、今。あの、悲しい、残念ながら、あの、書けない。あ、分かった、じゃあコメントで適当にピッて押してやろう。はい、ランキング読みます。もう終わります。悲しい。13位清文さん、12位コロジーさん、11位ペンタさん、10位ケトゥさん、9位イマセンさん、8位くんけんさん、7位人生じいちゃん、6位雪団子さん、5位なーちゃん、4位クロさん、3位ひろしさん、2位トンボ玉さん、1位ハモおじさんです。ありがとうございます。ありがハートクマさん、ありがハートクマさん、ありがとうございます。このね、ランキングはね、あの、あれで読めるんですよ、ランキングってやつで。そう、宮広さん、フィズニャンさん、セイタさん、高市さん、タケチャさん、モモキュンさん、ユマママさん、フーカニさん、トッキーさん、タツユキさん、ファインゴールさん、谷川さん、ササパンダさん、ララさん、サビアンさん、リレンズさん、ヒロさん、ショーコしか見えないさん、サンタさん、ヤマニャンさん、ヒッキーさん、マッツさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。では、じゃあ適当にピッてやって、あの、その選ばれた方を書きたいと思います。だって誰もいないんだもん。悲しい。なんかすごいバグってる今、めちゃくちゃ画面録画したいぐらい、すっごい、もうこんなんなってる。もうそれも見えない、なんかこんなんなってる。ゆっくりやったら見えるかな。じゃあ行きまーす。あの、ちょっとこう遡ってピーとかやりますね。行きまーす。この方プロフィールいきまーす。じゃんじゃんじゃん。ここに上弦の三日月、下にはバナナがありまして、バナナからぴょいぴょいぴょいとあって、三日月の上はドームです。お山が二つありまして、ぴょ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 ってなっていて、ここに逆さの夕日です。ギザギザってありまして、ここに、なんだろう、ギザギザありまして、ちょっと見えないのって感じで書きます。垂れて垂れて、ああ、なるほどね、斜めに入ってぐる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 、うわ、こんな感じかな、完成。よし、できました。いきます。一番上までいこう。せーの、じゃーん、ラムチョップさんです。ありがとうございます。ラーメンかな、ラーメンのワンちゃんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。私のルームはバグってます。本当に誰もいない。皆さん見てますか？アバターいない。次いきます。今日はだからコメントしてればあれですね、あのランキング100位に入ってなくても選ばれます。いきます。ピーピー、よし、この方いきます。あとかぶっちゃう可能性もありますね。あの人じゃ、人がかぶったらもう一回やり直すんですけど、あの何、アバターがかぶっちゃう可能性もありますね。ちゃんちゃんちゃん、ここに満月ありまして、黒ごま二つに逆さの大山、そこに黒ごまありまして、ごぼうが四本です、虹の元がいっぱいあって、いろ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 ありまして、いっぱいいっぱい虹のもと、そろそろ書き終わりますよ、うん、あーね、ぴょんとなって丸ですよ、完成。ちょっと私ちょっと隠れちゃってる、アバター全部見えないから私で言う。よし、いきまーす。上に戻ろう。いきまーす。せーの、じゃーん。トシボーさんです。ありがとうございまーす。現状報告いらない。終わりますよって。ありがとうございまーす。かわいい、スマイルちゃん。で、S にしてみました。翔子の S、 ありがとうございます。カラフル、カラフルです。ありがとうございます。次がラストになります。珍しくランダムで書いてます。よし、いきます。ピー、ポチッとな、この方いきます。いきますね。これはすごいぞ。いきます。じゃんじゃんじゃん、大山が二つつながって、その下ライフクありますよ、あっちってなって、逆さのこんがりコーン、あっという間に完成。完成した色がついてないので、じゃあ私流の蝶々飛ばしました。よし、完成しました。ランダムなのでね、めちゃくちゃランダムになりました。いきます。せーの、じゃーん。のばさんです。ありがとうございます。超シンプル、ありがとうございます。リボンちゃんつけました。そう、めっちゃ簡単な感じのシンプルだったので、私流のリボンちゃんつけてみました。ありがとうございます。パチパチパチ。以上、おまあばでした。おまあばっていうかランダムアバターでした。ありがとうございます。よし、ということで、まあ私のルームには今アバターは一人もいないんですけど、悲しい、とても悲しいです。アバターってこんなに大切なんだなって改めて思いました。いつもありがとうございます。本当に一人もいない。なんかいつもなんか一人、あの誰なんか何ランキング読む時とかに一人いないとかなってる時に端っこの方にいたりするんですけど、そういうわけでもないっていうね。悲しいよ。無観客配信になっちゃって、本当に本当にカクカクしてるし、なんかすごいバグってるし、大丈夫かな。大
ということでですね、そう、そろそろ終わろうかなと思います。そうね、今日終わったらやることはまずインスタの誤字を直すこと、そしてツイッターの画像を選んでツイッターを更新すること、まずそれを2つをやりたいと思います。そして明日のお昼まで、オンラインサイン会、第2回オンラインサイン会の受付がありますので、皆さんよかったら申し込んでください。よろしくお願いします。そして明日は第1回オンラインサイン会が開催されます。私が明日ですね、明日の19時から20時の間でこのショールームで配信するので、よかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。まあコメント読むとかは多分メンバー見てる限りないので、読めないかもしれないんですけど、なかなかこう、まあ黒板に書いてるところ見るときはあるけど、なかなかこう、なんだろう、プレゼントするものを書くっていうことは、を配信でやるってことはなかなかないので、そうなので楽しみだけどドキドキです。ドキドキだけど楽しみですか。楽しみにしてます。そしてまあね、第1回外れちゃったよって方も第2回明日のお昼まで受付あるので、よかったら申し込んでください。よろしくお願いします。皆さん当たりますように。たくさんね応募してくださって嬉しいです。ありがとうございます。いろんな方の手元に届くことを願ってます。あ、コメント読むのが禁止なんだ。そうなんだ。じゃあ目で見ときます。ありがとうございます。読んじゃいけないんだ。声に出さなきゃいいってことですよね。私もよくこのコメント全部は読めないけど、黙読とかはしてるから。そんな感じでサイン書いていきたいと思います。メッセージ書いていきたいと思います。違う、宛名書いていきたいと思います。何回言い直すって感じですね。ということで、あ、声優パラダイス予約しました。ありがとうございます。7月の30日に発売される声優パラダイスに、ソロで掲載させていただきます。ありがとうございます。嬉しい。皆さんぜひゲットしてください。黄色の可愛いワンピースを着て撮影させていただきました。皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。そして7月9日私の誕生日にはボブさんがに掲載させていただきます。サナズンと2人で掲載させていただきましたますので、皆さんぜひゲットしてください。よろしくお願いします。7月は2つ今のところ掲載させていただくのが決まっているので、誕生日月なのですごく嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、あ、動画可愛かった、ありがとうございます。照れって感じですね。あまりやらないからああいう感じのは。ということで、ちょっとカクカクになってるんですけどごめんなさい。そしてまあバグってるのは私だけでよかったです。はい、皆さんバグってなくてよかったで、ちょっとカクカクはお許しください。ということで終わりたいと思います。すごい、5617人の方が来てくださいました。ありがとうございます。たくさんのコメントもありがとうございます。たくさんの星投げありがとうございます。たくさんのギフト、そしてありがハートくまさん、ありがとうございます。ということで、ここら辺のハートがまだ白い方は一回ポチッとしてピンクにしていただけると嬉しいです。そしてツイッター、インスタグラムやってるので、どちらもフォローしていただけたら嬉しいなと思います。コメントも毎日読んでるので、コメント、そしていいね、リツイート、よろしくお願いします。ということで終わりたいと思います。あ、これ言ってなかった。先ほどショールーム始める前に、イコラブの YouTube、 そしてノイミの YouTube でダイジェストで映像が公開されたので、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。これ言ってなかった。次回この話もしたいなと思います。明日はオンラインサイン会なので、その次の配信になるかなと思いますが、はい、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ということで、あ、見た方いっぱいいる、ありがとうございます。ぜひたくさん見てください。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。カクカクごめんなさい。アバ
方もね見れなかったんですけど、ごめんなさい、ありがとうございます。おやすみなさい、感謝ありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ。